スノーマン・メグロレン、トリリオンゲーム、同期、原吉高との共演秘話、めちゃくちゃ俺と同じ、深沢達也はオフに現場訪問していたスノーマンのメグロレンと深沢達也が、5日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま、に出演。メグロが、トリリオンゲーム、の撮影を振り返った。スノーマン・メグロレン。原吉高との共演は、不思議な感覚、この日は目黒主演のドラマ、トリリオンゲーム、についてトークが展開。本作で目黒は、ジャニーズ事務所の同期であり、同じユニット、宇宙シックス、として活動していた原吉高と共演しており、二人の共演に関しては深沢も、俺も嬉しかった、と声を弾ませた。目黒は、原が出演することになってまずすごい不思議な感覚というか、と話し改めて原との関係を、僕の同期なんですけど、オーディションで何千人といる中で謎にオーディションの日に原と話してて。そこから奇跡的に二人とも受かって、ずっと二人でいろいろ頑張ってやってきてた、と説明。続けて、ドラマっていうステージで一緒にお芝居をやり合うっていうのは自分の中で一個目標でもあったから、嬉しかった、と明かし、やっぱり原ってずっと一緒にいたから、こうなんだろうな。って思うのが、現場での居方がめちゃくちゃ俺と同じだった、わら、と振り返った。目黒は、自分は段取りやドライが終わってすぐに前室に戻るタイプではないと言い、ドライを一回やったら頭の中で整理したくて。ずっとセットにいたりとか、スタッフさんたちが、カメラ割りどうしようか、って決めてるところに混じっていたりして、ずっと考えてるタイプ、と告白。原も全く同じだったそうで、目黒は、ずっとセットにいて、笑。多分考えてるんだよね。そういうの見てると、お仕事の仕方が結局一緒なんだなと思って、と笑った。スノーマン深沢達也、目黒蓮がいない時に、トリリオンゲーム、現場へさらに目黒はスノーマンのメンバーが差し入れを入れてくれたり、深沢が現場に来てくれたりしたと解雇。深沢は目黒がピンポイントで現場にいない時に現場を訪れていたそうで、深沢は、本当はめめ、目黒の愛称、の顔をもちろん見たかったのよ、としながらも、前日ぐらいから、これを差し入れしたいから予約したい、と思って、いっぱい数も用意していただきたかったから、用意してください、っていう話をしたら、時間がある程度お店の中でも決まってて、取りに行ってそのまま行っちゃうとどうもめめとの撮影の兼ね合いが合わない、といきさつを明かした。